は東京リベンジャーズアニメクイズ、キャラミックス、身長クイズ全12問、スタートです。第1問、初級編です。全部で68キャラ、一番背の高いのは誰でしょうか。鬼滅の刃と東京リベンジャーズの公式ファンブックで公開されているキャラ全部になります。答えは姫島行明、220センチでした。第2問、初級編です。2番目に背の低いのは誰でしょうか。答えは子どもの立花直人、148センチでした。第3問、初級編。3番目に身長の高い人は誰でしょうか。ヒント、東京リベンジャーズで一番身長の高い人です。答えは芝大樹、195センチでした。第4問、初級編です。一番背の低い人は誰でしょうか。ヒント、鬼滅の刃で一番身長の低い人です。答えはルイ、135センチでした。第5問、ここから中級編です。女性で一番身長の高い人は誰でしょうか。15秒経つとヒントが出てきます。ヒント、鬼滅の刃キャラです。答えは甘露寺蜜璃、167センチでした。第6問、9番目に身長が高い人は誰でしょうか。ヒント、東京卍会メンバーです。答えは竜宮寺剣、185センチでした。第7問、中級編です。32番目に身長が高い人は誰でしょうか。ヒント、12気づきです。答えは赤座、173センチでした。
第8問。56番目に身長が高い人が2人います。イグロオバナイと誰でしょうか。ヒント、イグロは162センチです。答えは佐野万次郎でした。第9問、ここから上級編です。39番目に身長の高い人は3人います。1人は仙道敦史、あと2人は誰でしょうか。ヒント、東京リベンジャーズ1人と鬼滅の刃1人です。答えは松野千冬と M168cm でした。第10問、上級編です。53番目に身長の高い人は3人います。1人は林田春樹、あと2人は誰でしょうか。ヒント、東京リベンジャーズ1人、鬼滅の刃1人です。答えは木崎哲太と橋平伊之助、164センチでした。第11問、上級編です。山岸一史より背が低くて、つゆりかなおより背が高い人は誰ですか。ヒント、鬼です。答えは後ろ、157センチでした。第12問、ラストです。最上級問題。21番目に身長の高い人は誰でしょうか。富岡義勇より1センチ身長が高いです。ヒント、東京リベンジャーズ1人、鬼滅の刃1人います。答えは乾清舟と煉獄杏寿郎、177センチでした。最後まで見ていただいてありがとうございます。コメントで正解数を教えてください。教えていただいた方にはあなたにちょうどいい難易度の問題をご提供させていただきます。また見てね。バイバイ。